おはようございます。時事有造的日々の世界をスタートします。えっ、ー、と、こちらにおりますですね。うさぎのラフちゃんと共にですね、スタートしていきたいと思います。えー、本日2023年1月12日目標ということでですね、前回の項目にてですね、えー、2番目の目標としてですね、デジタル遺品の,の記入について、 スタートすることに決定しましまた本日は早速ですねパスワードブックですねこちらにあのー、1ページのですねまあ、4, あの4項目ありますから1ページの <laughs> 1項目にですねやっとこちらをパスワードブックに投稿しましたそれとですね最後の方にですねまあ、最後の方からですねあのー これがありましてですね最後のページからですねアドレスとですねそのパスワードもあのこうこちらのですね移行していっておりますから今現在ですねまあ一,平一項目が済んだというところなんです今年の木曜ということでですねデジタル遺品のですね まあ整理とととといいいいいうううここでですすかねそういうことでスタートしていきたいと思いますなぜかといえばですね前回もちょっと投稿したんですけど私のパスワードブックがこれなんですよこれでもうめちゃくちゃなってますこれをこの一冊にですねきちんと整理していきたいということが、まあ、これがデジタル遺品ということにちょっとなると思いますまず、あ、せっかくこのこれをスタートしたんですけど スタートしましたけどですね。せっかくこれをスタートして、あの、要するにデジタル印をですね、減らしていくということをしてるんですけど、また一件だけですね、ちょっとプラス、ちょっとしました。ま、あの、このですね、クレジットカードですね、これは UCS。C S というあのカードなんですけどこちらをちょっと作りましたからせっかく減っていってますけどまた増えたということであの複雑にまたなったということなんですけどね今ですね時事雄像が、まあ、買い物を行ってますですねドン・キヨーテのですね買い物に役立つカードでしたから今回はですね本当はですね作りたくまあ時事雄像としては作りたくなかったんですけど まあもうこれで最後になるかなと思ってですね作りましたまあそういうことでせっかくですねあのデジタル遺言をですねスタートしたんですけどまあ一一件は整理して一件がまた増えたということであのプラスマイナスゼロになってますからですねこちらにですねどんどん移行していきたいと思いますもう移行がですね正直言うてめんどくさいめんどくさいなかなかこうもうあの まあ、皆さんも一緒だと思いますね整理するのは大変ですよね新たにこう作るのはあの簡単なんですけどねそこの方でなかなかこう進,進んでおりませんけどですね私が現在ですね、まあ、73歳でありますから、まあ、いつあのまあどうなるかちょっとわからないというところもありましてですね早くですねこの 自分でできるですねデジタル遺品をですね残った家族の方にですね迷惑をかけたくないということでやはりあのこれだけこうしていますから書いていってるつもりなんですけどやっぱ自分でないとわからないということですねところがありますからね。ああ あのうさぎのラブちゃんに言ってもちょっとまあラブちゃんが聞いてるみたいですけどちょっと分からないというところですからねだから本人がですねほんと分かりやすくですねあのこちらのパスワードブックにあるようにですねこういう感じでですねやっぱりきちんとしていかないと残ったものがですね分からないからですねこれをですねまずスタートすることからですねもう決定しました。 まあそういうことで今年のですね、爪としてですね、デジタル委のまの整理整頓ということで、あの、していきたいと思います。まあそういうことで今日はですね、ちょっと <laughs>、まあ、まあラムちゃんもですね、このウサギのラムちゃんもよく見れば可愛いですけどね、まあ可愛いというところで2人でちょっとしていきたいと思います。まあそういうところで本日はですね、えー、 自自裕造的日々の世界の中でですね今年の第二の目標としましてですねデジタル遺品というデジタル情報を整理するということでしていきたいと思います最後までですね見ていただいた方は本当はありがとうございますこれにて終わりますありがとうございました